ろくろ首とか聞いてねえっちゅう。理解しましたよ、理解しましたよ。はい、今度こそ大丈夫。ここを登っていって、ここら辺でジャンプすると、はい、大丈夫になります。その後彼女が開けるんですね。そしたらここで待ってればドンって開けるけど、近くになってるからここは大丈夫。あー、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。あららららららら、ら、ろくろ首おばさん、ろくろ首おばさん、はい、ふざけんじゃないですよ。四角も塗ってきた。待て、こういう時はどうなるかっちゅうと、このリトルナイト、ここに隠れるっちゅう、ここ気づかれない説あり。一択一択、ここ一択行ってみましょうか。じゃあ乗って、うん、ここどうだどうだ、ここは気づかれない。ワンの知識を総動員して、こういうとこ大体気づかれないパターン。はい、まず奥を見る、そこを見る。はい、もういないよ、いないよ。ほーらね、とこんなもんっすよ。ゲット、はい、鍵ゲットしました。ここのやつはハンターではなくて、ここはおばちゃんなのね。おばちゃんと鬼ごっこすのね。入るよ。どうなってんだここ。即バレすんだろこんな状況はよ。ちょっと待って待って待って、なになに、開けちゃいかん、開けちゃいかん、モノくん開けちゃいかん。やっぱりダメだった。教団の後ろを回っていきましょう。はい、教団の後ろを回っていくのが正しいと。ちょっとスパルタ先生、スパルタティーチャー、マジ勘弁してくれや。歩くなっちゅうことですね。うわ、こわこわ、もうちょっとどういう教育してるのかしらっていう感じになってますね。はい、ちょっと動きが見たい、動きが見たい。居眠りしてる子は、まあ横山椒、なんかおつぼねさん的な感じなんでしょうねこれね。出口はどこだ、出口はどこ、出口はどこ、出口はどこ。ちょ、おばちゃんの背が高すぎて見えないんですけど、子供はみんな下を向いているから多分大丈夫なんだろうな、きっと。疲れるか、やっぱり明るいところは気づかれますね。やっぱりしゃあねえなこりゃ。あの人教団に戻ってくるのかな。教団に立たねえんだったら、ここは少なくとも次見つかりますから、スッと真ん中に移動しましょう。このあとですね、彼女が、向こう右側に向かって動き始めた瞬間がチャンスでございますと。はい、ここで、これは分かっちゃいますね、バレちゃいますから。机の下に隠れる。動くものが見えたら確実に来るってことですから。見えないんだよな、おばちゃん、おばちゃん、どこ行ったの、おばちゃん。いや、こっち来なくていい、こっち来なくていいんだよ君は。いやー、これ何、丸刈り、タラちゃんヘアにもちょっと長さがあるみたいな、定規持って。あんた不良ね、私は認めないわよそんな髪みたいな。で、このざん切り頭の女の子、お、化身、君髪伸ばしすぎで、やった後に逆方向に向かってさっき歩き出しました。さあ、そこだ、そこ。
怖え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 、後ろ向いたわね。怒った。その後おばさん一旦元の位置に戻るんだよな、この後。はいはいはい、おばさんが元ここで見られてないから。はい、オッケー。はい、やり過ごした。机の下まではさすがに見てこなかったというところで、今のうちにさっさと逃げましょう。いやー、あのおばちゃん怖かったわ。いや、何なんだ、何の授業やってたんだろうね、あそこね。あの、お前髪の毛整えなさいよとか、なんかそんな感じだったのかしら。あ、怖い怖い、あばよおばちゃん。さあ、ではさらわれた相方探さなきゃいけませんねって感じですかね。さーて、はー、大変だった。フォークがなんか刺さってますけど、この奥の部屋に行くっていうことなんでしょうか。この奥には何かありますか。何もありませんね。その後ですが、すっ、またなんか、何、ノームちゃんじゃない、あれ捕まえますか、あれ捕まえますか、あれ捕まえましょう。いて、嘘、捕まえられたの私の方。ちょ、バイオレンスすぎねえか。ちょっと待て、こら、気づかれないように後ろから行って、あの武器をゲットしてこいつを殴れと、そういうことでしょうか。そういうことに他ならないですね。さあ、わかりました。夢中になっているんであれば、その間にチョークをではなく武器をゲットして、ちょ、違う、話し合おう。さて、分かってきたことがいくつか。この子はまず突進してきた、自分の絵の邪魔をされると突進してきます。で、起き上がったらまた突っ込んでくるんで、ここでゲットして、ここ、あら、もうちょいか。さ、ここでまず気づかせる。はい、で、ちゃい、この子はこうなると倒れるんですね、一回。で、私はこれを取って、せいや、オッケー、せいや、オッケー、せいや、オッケー、何回でも殴る、こいつを殺す。はい、やった。ああ、やっとだよ。何回殺されたと思ってるんですか、私が。この子にひどいですね、バイオレンスですね、ここの学校ダメですね。イカれた生徒しかいませんね。全員潜在犯ですよ、こんなの。びっくりするわ、ほんま。人見るやいないや首絞めてくるとか、かなりやばくないですか、この学校の生徒。いやー、びっくりだ。さあ、相方探しを続けますぞと。よいしょ。さあ、何が下にいたの。はお前のことは見てないんだか。ちょっと初見殺しすぎないか、今のは。今、ちょっと私が今何したっちゅうの。今のおかしくない。なんで入った瞬間首を。理解した。絶対瓶が割れるから、まず奥にある、左奥にある穴に隠れろということですね。はい、ここ、 OK。 またあのおばちゃん、怖いわこれ。っていうことらしいんだわ。はい、で、次の瓶も間違いなく、あ、今度は奥にありますね。あそこに向かってダッシュしなきゃいけないと。はい、オッケー、ここ、オッケー、
あ、怖い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 。これを引っ張ったら上に行けるっていうことね。オッケーオッケー。はい、じゃあここからジャンプつかむ。で、上に行くぞ。急いで行け急いで行け急いで行け。多分気づかれる。したらトラップがあんだここ。はい、なんかトラ、あ、トラバサミじゃない、タバコ。誰だこのタバコ吸ったやつは。これは向こうにジャンプしていかなきゃいけないんだけれども、ここに穴があるっちゅうことは、なんかここ隠れられるんですよね。ここ隠れられるっていうことは何かがあるはずなんだ。それ何か音を立てるようなものがない。大丈夫、ロクロク首大丈夫。はい、あの首長おばさん来ない。大丈夫大丈夫ね、大丈夫ね。これ帽子かな。これ何なんだ、向こうに向かってジャンプしなきゃいけません。届くのかなこれ。あ、違うな、これこれ押して、はい、危ねえ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 、あっぶねえぞ。助かったぞ助かったぞ、今のは助かったぞ。いや怖えわ、あの追撃はちょっと耳が良すぎんよ。おじゃない、抜けられたかな、抜け出せたかなと思ったら抜け出せてないですねこれね。ちょっとまたおばちゃん、おばちゃんマジか、おばちゃんガチで言ってんのが。あのおばちゃんしつけえな。とりあえず降りるしかないですね。とりあえず降りるしかないから降りましょう。隠れる場所があんのかっちゅう話になってくるんですが、おばちゃんの声はひたすら聞こえてます。あ、理解したんですけど、これな、これ横に動かすんだろ、違うのか。このまま行くとおばちゃんに即バレするってパターンかな。はい、ここ以上登れないと。で、当然ここ、このまま行っちゃダメなのよね。ダメなんだよね。了解了解。ってことはこの車輪をこう持って動かせるはず。やっぱり動かせるので、これを端っこまで持って行って上に登る。はい、ただこの先にはおばちゃん先生がいるんで、妖絶おばちゃん先生がいるので気をつけねえと。妖絶おばちゃん先生大丈夫だった。おばちゃん先生どこにいんの。おばちゃん先生の場所がわからん以上、ちょっとおばちゃん先生そこから来るのは読んでないおばちゃん先生そこから来るのは読めねえわっちゅう話で、いたわ、あ、いるわ。全力で駆け抜けて即登りしねえと落ちるぜって話ね、これね。はい、もうここからはもう速度重視で参りましょう。オッケーで、スライディング、はい、オッケー。危ねえ、スライディングなかったら死んでた。はい、この本乗った、本のこれを登っていかなきゃまずいですよって話ですね。はい、でこちら側に行って、おばちゃんが見てない間に行きたいんだけど、それは多分叶わぬ夢というかね。これ逆行ってジャンプして即後ろに回らず死ぬってやつだこれ。来た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 。オッケーオッケー。やりすぼせてなーいよ、これ怖いよ。ちょ待て待て待て、おばちゃんどこまで来るの。ちょっと首長いよ首長いよ。戻れ戻れ。よかった、おばちゃん先生どっか行ってくれてねーくれてねー。おばちゃん先生めっちゃ見てる。いないよ。おいおいおい、おばちゃん先生どっか行ってくれ。あ、どっか行った。
私こんなジャングルジムでいつまでも戦っていたくないのよ。 OK やりましたねレコちゃん。ああほんとおばちゃん先生怖いわ。さあどっからこっから先はどうするのかな。さっきおばちゃん先生がいたところに入っていくんでしょうか。はい、なんもないですね。さてじゃあここ開けて入りたいんですけど、タックルでドーンとはいけない。じゃあどっからか行けるでしょっていうんで登っていく方法を探してみる。はい、ないですね。こっちじゃにゃーとなると手前ですね。手前行ってみましょう。手前に来てみましたが暗すぎて何が書いてあれば全くわからんぜよと。どうにかして、次の場所に行きたいんですがどうすりゃいいんだ、どこから入ればいいんだっていう話ですね。ちょっとお待ちください。なんかね本があるのですがちょっと待ってくださいね。一回試してみましょうね。何でも試そう。試せることは何でも試そう。いや違うわ、棚がどうのこうのじゃねえわ。これがあるんだったら自分で扉開けなさいよ、そういう話よ。はい、お邪魔します。なんでこんなギミックに私今悩んでたんだろう。でうちの相方どこかな、相方どこかな、どこかな、レコちゃんの相方どこかな、どこかな。奥があるのと上がありますね。上行ってみましょうか。とりあえずとりあえず上から覗いていきましょう。なんかここら辺ねバイオハザードを思い出すような感じになる。これ落とすんだな、これ音がするんだよ絶対。なんか音がしてまたおばちゃんがババア先輩が来るんですよ。はい、ゲットした。これ落としたらダメね。こっちなんもない。もうババア先輩はもうすでに臨戦態勢入ってますからね。でやっぱりここ窓が打ち付けられたりしてるってことはやっぱり外部からの侵入を拒んでるんですよね。一体何があったんでしょうかというところなんでございます。はい、さあ何やら怪しげな。今度はチェスか。チェスですね、チェスですね、わかります。チェスできた。え、待って、これ違う、溶けて溶けて溶けて、でこれに乗っかって、これに乗っかるんじゃねえの。え、違うので、これに飛び乗って、でさらにそこのドアを開くって話じゃねえかなと。チェスだチェスですね。これは謎の目が出てますが、チェスもあるけど、あれこの子は何、何してんの君は。王様、王様誰だ、何なの何なの、怖い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 、このチェス怖い。なんか知んないけどくくりつけられてる、怖いな。これどんだけ悪趣味なチェスだよ。そんな感じがしてきますが、さあ怖い怖い、目が私を見ているような感じがする。さあなんかあるぞ、なんかここは、待て、謎だこれ、これなんか関係するんだろうな。ちょっと待ってね、謎解きなんだきっとこれは。ちゃんとチェスができるようにしなさいよっていうことでしょうか。チェックメイトの状態にしろってことなんだろうか、多分そういうことでしょう。つまりあそこの、王様の冠、これも必要なものになるでしょう。ジャンプして掴みたい、でもいけないと。ここどうにかして登りたいですね。ここどうにかして登りたいけど、登る方法はあるかないか、どちらかというとないですね。これを押す、ここから無理ですね。ソファーからジャンプしたら届くんじゃないかって思ったんですけど、そんなこともなく、あー瓶で狙って叩き落とす的なサムシングか、なるほど理解したぞよ。本当か、この椅子を持って行ったりとかできないんですかね。できませんね、はい了解。でさっきあった、これもはめるんじゃないだろうか。だとするとあと一つ足りない、あと一つがどこかにあるはずなんだ。
キング、あともう一つどこかにあるはず。あと一つキングがあそこにあって、あれを何とかしたかったら瓶を投げつけるとかそういったことをしなきゃいけませんね。でも他にも多分チェスの駒があるんですよきっと。であればやはり探しに行くのがレコちゃんでありますと。さあ下行ってみて、どこかにチェスの頭になりそうなものがないだろうか、そんな風に考えるね。じゃないと鍵が手に入んないんだこの奥行ったら。はいはいはい了解。なんか見えてきたね、見えてきたね、いいよいいよ、そういうのいいよ。はい謎解きね、了解了解。届かないっすね、届かないな。どうしたらいいんだろう、届かないということ。あ待った、でもここにはめれば上に乗れるんだからってことだ。はいはいはい、つまりここでジャンプして登って、もう2段ジャンプ、2段ジャンプ、はい繋がった、 OK で、これこれ持って王様をそこにくっつけてみましょうと。はいこれここくっつけたらどうなる。何何かガチャって音がしたんじゃないの、ひょっとして鍵が開いちゃったりなんかしちゃったりなんかしちゃった、適当にやったレコグさんですけど、開いちゃったりなんかしちゃったりなんかしちゃった鍵が。あれ何の変化もない、なんかチャリって音がしたんだけどさっき、チャリ待った、そしてなんだこれ、これ多分引っ張れるぞ、引っ張ってどうなんのこれ。どうにかなるわけではないと。謎があったな。なるほど、敵のキングに対してキングを退治させるのは合ってた。そんでこっち側が、あはい盤面が若干違いますね、そういうことか。だからここおやつとおやつが違うんですね。はいこの子取ってよっこらせよっこらせと、はい、ここにこう使うで、最後のこのよいしょクイーンかな、クイーンをここにくっつける。どうよ、あれ違うの、ちょっと待って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 、あれ合ってない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 合ってんじゃねえか説、合ってんじゃねえか説、あーそういうことか、あーわかんねえよこんなもん。さあやっと扉が開きました、なるほどね、そこの光った扉、光ったやつを下げるってことだったのか、わかんない。はい鍵ゲット。さあ狐がしょんべんしてるみたいな絵が映っておりますが気にしないということで、はい。ところでなんでこの子はこんなにしばかれてたんだろうっていう感じですね、なんでこの子はこんなにしばかれてたんだろう、かわいそう。はいということで鍵が手に入ったから、じゃあ奥に行けるねと。いやー結構手間取った、最後何が一体起きてるんだろうっていう、何が変わったのかなって気づくのにすごい時間がかかりました。いやびっくり、いやーこういう時にねやっぱり、ね、周りがちゃんと見える人見えない人で謎解きの時間が変わってくるんでしょうねといったところで、はい入れる入れる、何なんか下で暴れてる、給食給食の時間なの。さあどう考えてもこれ使うんですね、これを動かして、行きたくねえなあこんな騒がしいとこ。なんかね食事ぐらいおとなしく食べられませんか、はいそんな感じです。よいしょ、じゃあ登りましょうか、はい登っていって、よいしょ、さあ食事ぐらい静かに食べれないのかな、ここの子たちは大丈夫かな、胡椒ですね、はい洗い場ですね、はい、これまた全員襲いかかってくるパターンで、お玉これお玉で後ろから殴る的な、こいやこいやお玉
すや、うそー、負けた負けた、タイミングミスった。意外とジャンプの時に溜めるのよね彼ら。よし飛びかかるぞっていう時に、飛びかかるぞっていう時に一回溜めんのよこの子ら。あのすごくね、あの間合いが取りづらくてやってらんねえぜって話。こいつは即ここで、ここここ、 OK、 ここ。さあバイオレンスだったね。オーバーキルやめなさいっていう話で。ちょっとこれはどうだ、あ、なんか奥の子とか無理やり食わされてんじゃんみたいな。あれいけないこれ。押すの、ちょっと待って待って待って、無理がある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 、ちょっと待てと、無理があるだろ今のは。構えた、ここ、はい、オッケー、まずここはオッケー、ここはもう完全にダウンローデッド、完全に理解した。ここは問題はここをそのまま行っちゃうと入っちゃうんですよね。そうならないようにするために何か他の手段があるはずなんだ。例えばここ登っていけるとか。多分ね、何かがあるはずなんですよこういうところって。絶対そういうのがない限りは違うな。え、マジか、マジか、そういうこと。一人だけ頭割れなかったのは僕は君たちの仲間だよっていうこと。仲間だよ、仲間だよ。痛い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 。あ、分かった、これ注意しないと殴られたりとかして学級崩壊だよこれは。目立たない、陰キャ、陰キャ、陰キャとして動く。僕は目立たない、目立たない、どこにでもいる一人の学生ね。こういう、決してこういうわけのわからんやつらと関わっちゃいけない。目合わせんな、目合わせんな、目合わせんな、目合わせっと。ほらひどいことになる、こうやってお猿さんがいっぱいだよ。ふざけ。ここで罠がある、罠がある、はい、このガキンチョの行儀が悪い、いや行儀が悪い、はい、このガキンチョ行儀が悪い、机の上で飯を食うんじゃねえよと。うちの子がこうならないようにちゃんと教えよう、食事中は暴れちゃいけないよって、他の人だってゆっくり食べたい人がいるんだからって言わないと危ねえなっていうか。むちゃくちゃだよ、あーもうむちゃくちゃだよこの学校。ちょっとおばちゃん先生、今こそ怒りに来るところよここは。おばちゃん先生今怒んなかったら、あれ、うちの相方縄跳びして遊んでねえか。いや違うな、うちの相方なわけがない。でもこうやって見ると暴れまくってる子もいれば、じーっとこっちを見ている子もいたりして、罠っぽいなこれ。これ落ちて死ぬだろあの子。ちょ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 、罠は困るよ、罠は。ここ入れる、オッケーオッケーオッケー、あー心がすさむ。嫌になっちゃうよね、うん、心がすさむ、あんなところにいたらどうにかなっちまいそうだぜ。はい、あそこを押すためには何か台のようなものが欲しいですねというところまで来ました。じゃあ椅子だ、椅子しかねえな、この椅子持ってって。瓶でした、椅子か、椅子かと思った、それは瓶でした。これで、押す、退路は断たれた。何してんだー、おいレコグさんよ、おいレコグ、おいレコグさんよ。何しちゃってんのレコグさん。まだ蓋は、蓋は持てるか、蓋は持てるか、蓋は持てるか。え、一回こっきりだった、嘘でしょ。あ、そういうのダメです。